13番手31番レディースドライバーも頑張ります。アップスタート東堂久美。14番手14番 J ブラッド RF 中野雄二。そして15番手6番ハーツ山下浩二。以上の15台です。さあカーナンバー30番美濃がエンジンがかからないか。ああ、今かかりました。ローリング隊列はバックストレートエンドです。さあ遅れてしまった美濃ですけれども、なんとかグリッドには戻ってきそうです。コーナーから立ち上がってくる。スタートは切られました。スタート。さあ今日ラストレースパンサークラス、今スタートをしていきました。1コーナーから2コーナー、さあ2コーナーに最初に飛び込んでくるのはそのままポールシッターマハラのようですね。2コーナーでも大きな混乱はなさそうです。2番手には石谷、ああそして3コーナーでやっちゃったか。ここからは見えませんけれども、いないのは美濃ですかね。あー、さあちょっと状況は分かりませんが、遅れてしまったマシンが数台遅れて立ち上がってまいります。トップはすでにモナコヘアピン、マハラ、石谷、そして塩田の3つ前となりました。4番手長谷川、5番手にはカーナンバー10番の山平が上がってまいりました。 FA のカラーリングです。さあ3コーナーから4コーナーへと止まってしまったマシンの横を駆け抜けていきます。バックストレート、マハラ、石谷、そして塩田の3人。さあ石谷がいった。6コーナー立ち上がりはどうだ、どうだ、モナコ入っていく。これはイエスモナコだ、これはイエスモナコだ。マハラ州2番手に石谷、3番手に塩田。ちなみにこれで私のノルマ今回達成されたんですけど、よろしいでしょうか。さあ2コーナー、2コーナーでトップ、3だー。そこに後ろから追突したカートがあります。これは一体何があったか。2コーナーでトップ3のうちの2人、マハラと石谷が止まってしまいました。さあトップ、これで単独になりましたのは塩田です。さあ止まってしまったカートが今1台動き出しましたけれども、さあこれで2番手に山平、3番手に長谷川、4番手には東、5番手にカーナンバー27番原本ということで、原本は11番手スタートから、さあ開幕戦以来の表彰台に戻ってこれそうな、そんな雰囲気になってしまいました。いや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 、大きく動きます。パンサークラストップ3でのバトルが、あ、なんとカーナンバー44番マハラに対しまして黒旗が提示される模様です。さあカーナンバー44番戻ってきました。さあトップは塩田。